マイク、マイケル・ジェームズ・マーシャルは、アメリカ合衆国の弦楽奏者、ペンシルベニア州、ニューキャッスルの生まれ、フロリダの中央で育ち、現在は、カルフォルニア州オークランドに在住。1980年代初頭から、ニューアコースティックミュージックに携わる。マーシャルは、様々なジャンルのアーティストたちと共演、レコーディングを行っている。フラットマンドリンをはじめとしたマンドリン類の楽器や、 ギター、バイオリンを演奏する。マーシャルは様々なコンテンポラリーなアコースティックミュージシャンと共にレコーディングやツアーを行っている。例えば、デビット・グリスマン、トニー・ライス、マーク・オコナー、ステファン・グラッペリ、ダロル、アンガー、バーバラ・ハイグビー、ジェリー・ダグラスなど。ソニークラシックラベルから出した2つのアルバムは、ビルボードのクラシックミュージックチャートに乗った。1つは、 バンジョー弾きのベラ・フレック、ベース弾きのエドガー・メイヤーと共にレコーディングした、アンコモン・リチュアル。もう一つは、バイオリン弾きのジョシュア・ベル、マンドリン弾きのサム・ブッシュ、ベース弾きのエドガー・メイヤーと共にレコーディングした、ショー、トリップ・ホームである。マーシャルと彼の長年の相方であるダロル・アンガーは、デュオで、コンパス、ウィンダム・ヒル・レコーズから6枚のアルバムをリリースしている。彼ら二人が所属する、 実験的なブルーグラスのバンド、サイコグラスには他にギター弾きのデビッド・グリアー、バンジョー弾きのトニー・トリシカ、ベース弾きのトッド・フィリップスが所属している。1984年から1990年の間、マイク・マーシャルは、モントレックスに所属していた。モントレックスのバンド名は、モントレックス・ジャズ・フェスティバルでの演奏をレコーディングした、ライブ・アット・モントルー・デラル・アンガー。 バーバラヒグビークインテットに由来する。このバンドは解散するまでにサイン・ランゲージ、レッド・ゼ・ム・セイの2つのスタジオレコーディングアルバムをリリースした。マーシャルはクラシック音楽への強みを活かして、1986年にモダン・マンドリン・カルテットを結成した。このバンドはバンドリンファミリーの楽器から構成され、ウィンラム・ヒル・リコズで4枚のアルバムレコーディングを行った。 1995年にはカーネギーホールでの演奏を果たした。マイクはマンドリン弾きのクリス・シーリーとの共演を行っている。彼らのアルバムイントゥー・ザ・コールド・ランはシュガー・ヒル・レコーズから2003年にリリースされ、amazon.com の2003年のアルバムランキングトップ10入りを果たした。彼らのデュオはブルーグラス・ミュージックを基礎とするが、クラシックや ニューアコースティックへの情熱もまた演奏へ反映させている。ツアーやレコーディングといった活動に加えて、マイクは音楽レーベルアドベンチャーミュージックのパートナーでもある。マイクのプロジェクトとして、ブラジルからのアルバムリリースが挙げられる。彼の最近のリリースには、ピアニスト常備のサントスネトとのデュオによるセレナータや、彼のブラジル音楽のバンドショールファモーソなどがある。彼は、 サンフランシスコパブリックラジオの KQED エストークショーフォーラムウィズ・マイケル・クランスニーのために、ピーター・パンのテーマソングを作曲した。マーシャルは料理人でもあり、サンフランシスコ演歌のシェフたちに音楽のレッスンを行う代わりに、料理レッスンを行ってもらう企画でよく知られている。また、彼は、オークランドのゲーターランドスタジオに拠点を置く、プロデューサーでもある。彼の元妻は、 バイオリン奏者のカイラ・フレクサーであり、彼女との間に一人の娘がいる。マイクの現在の妻はカテリーナ・リヒテンベルクで共にアドベンチャーミュージックからアルバムをリリースしている。2011年6月からオンラインマンドリンスクールでブルーグラスを専門として教弁をとっている。ありがとうございます。